えのき城主のぐるぐる番開運御朱印巡り、東京都渋谷区穏田神社参拝の御巻。全国の御朱印の皆さん、こんにちは。えのき城主です。今回ですね、東京都渋谷区に鎮座している穏田神社というところへ行ってまいりました。それではご覧ください。どうぞ。皆さん、こんにちは。えのき城主です。本日はですね、東京都渋谷区にある穏田神社というところに来ております。それでは早速参拝の方行きたいと思いますよ。穏田神社、創建の年代は不詳だが、旧渋谷区穏田の産妻の神、村の鎮守として存在していた。この神社には少し変わった狛犬がいる。肥前狛犬といって、制作年代はつまびらかではないが、江戸最初期に多く見られた独特の形状の狛犬である。1591年天正19年に徳川家康公より伊賀州に穏田の地が与えられ、旧地となる。以後住民も増加し、江戸時代には第六天社と称され、別当寺を日蓮宗の妙円寺が務めていた。しかし明治に入ると神仏分離により妙円寺は廃寺となり、その社号を穏田神社と改め、御祭神を天神第六代の神主だるの神とあやかしこねの神とした。1885年明治18年には、同じ穏田の地に鎮座していた熊野神社を合祀。1928年昭和3年に尊社に昇格したのだが、1945年昭和20年5月の空襲により、神輿蔵を除き焼失してしまった。戦後、旧小松宮家の定内社から本殿、石灯籠、鳥居などの払い下げを受け、1956年、昭和31年に幣殿、拝殿が再建され、今日に至る。そしてここ、穏田の地は伊賀の旧地である。穏田の主は服部家、御利益は美の守護、縁結びである。いかがだったでしょうか。いや、この渋谷区のね、大都会のど真ん中に鎮座しているというこの穏田神社なんですけれども、もう本当にあの渋谷と原宿のちょうど間より少し原宿寄りぐらいなところにあるんですが、このね、もうなんていうんですか、明治通りからあのキャットストリートって言われてる場所を行ってずっと行くと、あの近くにあるんですね。これがまたね、あのもう昼間、もう午前中ぐらいから行ってるんですが、参拝されてる方が結構多くて、あの蔵もたくさん泊まってるんですよね。まあ、ここがもう本当にあの外国人とかがですね、ひょいっと立ち寄っては、あのちゃんと二礼二拍手いっぱいのご挨拶をしてですね、参拝をしてるっていうのが、これまたまた大都会らしさのね、ある神社でしたね。境内はこじんまりとしてるんですけれども、とても癒しのある空間でしたね。はい。そして、御朱印がこちらでございますね。こちらが、穏田神社の御朱印と、でこちらが中にお稲荷さんが鎮座してますけれども、お稲荷さんの御朱印です。両方とも発売料は300円。渋谷、原宿と、
お出かけする機会がある方多いかなとは思うんですが、ぜひね、渋谷、原宿、立ち寄られた際にはですね、こちらの穏田神社の方に参拝を行っていただけたらと思います。ぜひ皆さんね、足を運びください。榎木城寺もまた、参拝に行きたいと思います。それではどこかまた別の神社でお会いしましょう。ブルルル、バーン！最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。Twitter、Instagram もやっています。詳しくは説明欄をご覧ください。